はい、どうもこんにちは、男爵です。さあ、前回前々回と、究極の指取り紹介というシリーズを始めたんですが、それと並行して、今回新たに、ブルグミラー25の練習曲の、練習方法について、シリーズを始めていきたいというふうに思います。まあ、この、ブルグミラーという曲なんですが、今ちょっとちゃんとした本が手元になかったので、急遽 IMSLP というサイトから、取得して、プリントアウトしました。この IMSLP というサイトは、誰でもフリーで使うことのできるミュージックライブラリーでして、クラシックの楽譜であれば大抵のものが揃っているので、まあ、本当は、本をちゃんと購入するのが一番なんですけれども、急遽、この楽譜が欲しいとか、ちょっと見てみたいという時には、大変便利なので、ぜひ活用してください。でこのブルグミラーなんですが、まあ、レベル的には、初心者が、まあ、中級に差し掛かる、まあ、第一歩ぐらいの、レベルだと思います。で、このブルグミラーの25の練習曲、まあ、この練習曲の種類としては、まあ、演奏会用練習曲、まあ、ショパンのエチュードなどもそうなんですが、なので、まあ、練習曲としての役割を持ちつつ、だけれども、それぞれの曲も、その曲として聴いても、楽しめるような、まあ、芸術性の高い作品となっています。なので、ピアノを始めたばかりでまだこの曲集をやったことがないという、初級から中級にかけてぐらいのレベルの方は、ぜひ、一通り弾いてみてほしいなというふうに思います。では、今日は、この曲集の第1番を紹介したいというふうに思います。はい、ではこの第1番の、練習方法、また、練習する際に、気をつけるべき点についてお話ししていきたいというふうに思います。この第1番、楽譜で見るとこんな感じなんですが、まあ、あまり技術的に難しいこともないですね。第1番ですし。まあ、強いて言えば、この練習曲での到達目標は、こういった右手の長いスラで、それにこういった強弱を自然な形でつけてあげる。まあ、それくらいかなというふうに思います。まあ、ただ、ピアノをまだ始めたばかりで日の浅い方ですと、初めのパッセージ、例えば。で、ここで左手の和音が、変わるんですけれども、その変わるために一瞬手首が上がらないといけないですよね。それにつられて右手も切ってしまわないように気をつけてください。右手はレガートを続けたままの状態で、だけれども左手は一瞬離して違う和音に変えるというような動作をしなければいけません。はじめのうちは右手の動きと左手の動きというのが独立していないと思うので、そこはちょっと注意をしてできるように練習しないとですね。なので、どうしても右手が切れてしまうのであれば、ここで止まって、そして左手だけ上げる、そして弾き直す。というような動きで確認してあげるといいかもしれません。で、あと、この第1番については、もう一点だけ。右手のこの長いスラーを綺麗にレガートで弾くために、まあ、レガートじゃなかったとしてもそうなんですけれども、例えばここの部分。というパッセージなんですけれども、手を若干広げたり、閉じたりということをしなければいけません。ここで大切なのが、その音を弾く瞬間に手を広げたり、そこに指を運ぶというのではなく、その一音前の音を弾いた瞬間に次の音がもう準備ができているかということなんですね。ソを弾いた瞬間にもうドに指があるように、そしてドを弾いた瞬間にはもうすぐ閉じてレに指があるように、続けてやってみます。で、次このミを弾いた瞬間に次のソに指があるか、この閉じたり開いたりの動作を、その音を弾く瞬間じゃなくてワンテンポ早く、移動して準備ができるように心がけましょう。はい、では、最後に、この第1番を通して弾きますので、そのまま、今日のレッスンは終わりにしたいと思います。ありがとうございました。